皆さんこんにちは。今回はリクエストをいただいていました、冬のスキンケアルーティーンをご紹介しようと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。朝と夜と、微妙に違うので、ちょっと一緒に紹介になるんですけれども、まず朝晩必ず、使っているのが、こちらのもう何度も出てきていますが、かなりリピートしてもう長年使っていますこちらのダーマイーのファーミング DMA トナーです。こちらは肌のゴワつきとか、シワの改善とかそういう感じの化粧水になるんですけれども、結構拭き取りに近いような感覚で使えて、さっぱりした化粧水になっています。で、朝は、これにプラスして、こちらの、オルビスのルシェルシェのラインの、これはもう完全に拭き取り化粧水として売られている、ちょっと限定の商品なので、いつも買えるわけじゃないんですけれども、これは実は去年と今年と夏から使っていて、まだちょっと余っているので、これも最近朝は洗顔をせずに顔を拭き取るだけにしているので、ちょうどこちらを一緒に朝は使っています。で、夜、先ほどのこちらにプラスして使っているのが、これは1週間に1回から2回ぐらいの割合にしているんですが、こちらの、韓国ブランドのコース RX の、BHA の、スキンリターニングエーソルという、これも、拭き取りの化粧水になります。こちらは古い角質とかを、取ってくれるような商品になっているので、ちょっと肌がごわついているなっていう時に、先ほどのこちらと一緒にコットン両方とも含ませて拭き取っています。で、メインの化粧水としては、こちらのもう私がかなり一押ししている、これも韓国コスメのブランドなんですけれども、クレマカバロの化粧水になります。これはちょっととろみがあるタイプで、バー油が入っている化粧水なんですけれども、これはもう朝晩しっかり使っています。あと夜のスキンケアで、もうこれも本当にたまになんですけれども、先ほどの、コース RX の、こちらはガラクトミセスのホワイトニングパワーエッセンスという、美容液ではあるんですけれども、結構サラサラの液体になっていて、あんまり保湿とかっていうよりはなんとなく気になったなっていう時に、夜こちらを、化粧水の後にプラスして使っていますね。で、夜の保湿というよりは最近朝をちょっと重視していまして、というのもメイクアップアーティストの小田切ヒロさんのメイク講習会みたいなものに3ヶ月ぐらい前にちょっと参加させていただいて、そこでいただいた本とか、お話の中で、ちょっとここからそういう話になってちょっと申し訳ないですけれども、夜のスキンケアっていうのはもうほとんどしなくていいという考え方みたいですね。で、しっかり、夜肌についたもの、汚れとかもそうなんですが、メイクとかもしっかり落とすっていうところが一番大事っていう話と、で、夜はそんなにスキンケアしっかりしなくっても肌自体が自然の治癒力じゃないですけれども、肌自体がこう、頑張ろうとする力を、うまく活かして、肌をこう綺麗にしてくれるっていうところを着目しているので、そういう考え方にちょっとシフトしてやっていくと本当に肌の調子が結構よくって、そういう感じにしています。なので、夜のスキンケアとしてはさっきの流れで、もうその後はですね、こちらのこのクレマカバロの同じシリーズのクリームなんですけれども、もうこの後このクリームを塗って終了ですね。あと、目元に関してはやっぱりすごく乾燥しやすいので、これはモニターで、いただいたエリクシールの、リンクルクリームですね。こちらは、レチノール配合されているクリームなので、夜のスキンケアだけに使うものになるんですけれども、これは目元の方ですね、乾燥しやすい目元にこれは夜に使っています。
で、その、まあ、さっきの話なんですけれども、夜のスキンケアは極力こう省いて、であと、まあ、顔の、ね、リンパの流れとかを良くするっていうマッサージも重要ということで、まあ、その本にも書いてあるんですけれども、あの夜はそういう感じで軽めになるので、朝のスキンケアを逆にすごくしっかりしましょうっていう話なんですね。で、まあ、さっき化粧水とかたくさん朝使っているんですけれども、その後にですね、こちらのこれもクレマカバロのシリーズの、こちらはエッセンス美容液になっています。クリームの前に使いますね。で、さらに、これでまだちょっとまだ半分ぐらいあるんですけれども、資生堂のアルティミューンの、美容液ですね。これもモニターでいただいたものを、まあ、ちびちび使っています。朝ワンプッシュぐらいですね。これは本当に万能な美容液で、もちろん夜使った時もすごく良かったんですけれども、なるべく与えすぎないようにっていう考え方だと、朝だけにしています、まあ、しかもこれも2日に1回とか、さっきのこの美容液とどっちか1つみたいな感覚に使っていますね。朝のスキンケアの一番最後もこのクリームですね、は、逆に夜よりも結構たっぷり使っていますね。 1.5 倍か2倍の量ぐらい使っていますかね。まあ、特に今日中すごく乾燥するし、職場がもう本当に砂漠状態で、もう本当に喉が痛くなるぐらい乾燥しているんですね。なのでもう朝これぐらいしっかり保湿しておかないと本当にカピカピになるので顔が。なので、朝もしっかりクリームを使うように今しています。夏場によく使っていたクリニークの、アルコールがすごいたっぷり入った化粧水とかも、今使うとかなり刺激が強くって、であれを使うのをやめることで逆に肌の調子が今の時期良くなったので、あれもお休みしていますし、でいろいろね気に入って買っていたアイオペとかもあるんですけれども、それももう今ちょっと取り入れる場所がなくって使っていないんですよね。で、美容液とか、あとビタミン C セラムですか、あれも使わなくても肌の調子がいいので、あれもなんか開封せずに置いてあったりとかして、まあ、ちょっと夏の方がいいのかなと思って今使っていないですね。正直ちょっと今回は変なこだわりの話とかをしてしまったので、参考になったかはちょっとわからないんですけれども、私の今、冬のスキンケアで使っているアイテムは、こちらこんな感じになります。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。